猿年増渕幸代です。うっきーじゃなくて、今年はこれです。これこれ、新年明けましておめでとうございます。今回は新春特別企画ということで、茨城県自慢のお酒をごくりと飲んでいきたいと思います。私は水戸市にある吉久保酒造にやってまいりました。今回は吉久保酒造の社長さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はちょっとご案内していただけるということで、はい、ちょうど今お酒作ってるので、はい、ぜひ見ていってください。この場で飲めたりするんですか？そうですね、はい、飲めますんで、はい、ありがとうございます、はい、すごい綺麗ですね。そうですね、やっぱ清潔が大事なので、はい、あとやっぱいい香りがしますね。そうですね、今、うん、もうタンクの中でお酒がすごい発酵がしてるので、でもこの中じゃ、そうです、お酒になる一歩手前のものが入ってます。全部飲めるかな。飲めない。あ、飲めないダメですか、はい、多分地球の中でも酸素がない状態って、あのちょうどタンクの中でもう多分体験したことがない、ショッキングな、ショッキング中になってるので、ぜひ試してみてください。え、いいんですか？どうぞ。ちょっとあの危ないから、はい、ここの穴の中に、あ、これ小さい穴、そうそうそう、小さい穴ね。で、大きく深呼吸みたいな。大きく深呼吸、わかりました。いきますよ。ぐっと鼻入れてもらった方がいいですね。鼻から息を吸うと、なぜか目が開くんですよ危険な作業場なので、神様の飲み物でおみき、はい、そういうことなんですか。そうなんです。すごい、ここにずらっと並んだのが、はい、こちらで作られてる。そうです。ちなみにこの順番とかもなんかあるんですか？はい、このおまちというお米が、はいはい、お酒を作るお米の一番最初にできたお米、全部同じ規格なんですけども、はい、このお米が全部違います。こっちにあるものがどん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 洗練されていくので、はい、逆にこう味わい深くなるのを楽しんでもらえるんじゃないかなと。なるほど、じゃあ息子から飲むってことですね。はい、どうぞ。いただきます。あ、おいしい。すごいすっきりしてますね。父ちゃん、ありがとうございます。いただきます。あれ、ちょっとなんか、また香りがまろやかになったというか、甘い。そうですね、味が膨らみがある。そうですね。で、またそれの親に、はい、親、じいちゃんですね。じいちゃんです。わあ、2つじゃ感じれなかったこのコク、うまみが全体に広がって、で、またその親になる。 ありがとうございます。はい、あ、全然、あ、違う、いいところを全部ここに詰め込んでる感じですね。で、最後の濁ってるのが、はい、ちょうど今出来上がって、今詰めたばっかりのお酒です。これすごい楽しみにしてたんです、はい、うん、あー、美味しい。この見た目からは想像できない爽やかさがありますね。いろんな日本全国似たようなのあるんですけど、うん、うちのはもう濁りが5倍。へー、これはお買い上げですね、この場でこれ最高だな。続いてやってきたのはこちら、茨城県のお酒の種類が豊富な水戸市にありますシュシュさんにやってまいりました。店長の伊藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こちらでは何種類のお酒を？お酒を21種類ほど。21種類、はい、じゃあ早速お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず1品目のお酒でございます。はい、こちらがですね、大洗巻、月の一度、名の月特別純米でございますね。はい、います。通常の3倍の手間をかけてお作りしたお酒でございます。はい、じゃあ早速いただきます。あ、すごいさっぱりしてて、うん、美味しい。あれですね、後味もすごくすっきりしてて、そうですね、はい、あ、これごくごくいけちゃう。店長、これ1杯目に持ってくるってやり手ですね。やり手ですね。あ、これグイッといっちゃう。危ない危ない危ない。水戸市内にあります名利種類、はい、福将軍吟醸酒でございますので、はい、とても人気のあるお酒でございます。あ、
本当だ、美味しい。これ私好きです。好きですか。辛口、はい、好きなんで。大子町、はい、拡張本店、はい、冷水や溝の純米酒でございます。昨日、はい、美味しい。すごくなんかこう、なんて言うんだろう、甘みがあって。そうですね、うんうんうん、はい、中市にございます、はい、木内酒造、はい、菊盛り純米酒でございますね。お酒の美味しさを引き出した純米酒でございます。はい、はい、おお、あ、なんかフルーティー。フルーティーですかね。はい、これおしゃれだな、なんか。はい、続いて6つ目のお酒お願いします。はい、こちらがですね、常陸太田市、はい、檜山酒造、はい、三つ国大吟醸でございますね。はい、はい、うん、あ、なんか味わい深い。味わい深いですかね、うん、はい、口の中にね、こうまろやかに残ってくれる感じがすごくいいですね。あ、なんか口当たりいいな、これ。最高です。ありがとうございます。